ティッシュ意味ない。アイドルさん、こんばんは、しょうです。今回ですね、うちの実の母に来ていただきました。どうぞ挨拶。あ、こんばんは、ゆしママです。もうちょっと声張っていつもゆしママを応援してくださって見てくれる皆様、どうもありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、家に母が泊まりに来てて、多分一緒に動画を撮る機会なんてね、そうそうないんで、視聴者から質問を集めてそれに答えてもらうみたいなのをやってみようかなと思います。んで、まず1クエスチョン目なんだけど、ちょっと俺がね、自分で考えてきまして、まずはそれを聞いて、その後は Twitter の方で募集した質問を母に投げかけると。1クエスチョン目、俺大学2年生の頃からゲーム実況を始めたわけじゃん。で、当然実家に住んでたし、俺声でかいから、2階からめちゃめちゃ声が聞こえてきたと思うんだよね。どういう心境だった？もともと声に敏感な方だったので。あ、そうなの？でかい声はいつも聞こえてて、起こされたり、寝れなかったり。マジで？そう、日常飯事だったんだけど、一番頑張ってるのかなと思って、とりあえず我慢してた。一回も言わなかったね。言わない。とりあえずそれはなんかね、大変大変ね、申し訳ないことをしました。大学4年の就活の時期に、就職しないでゲーム実況で飯を食っていくねって言ったじゃん。その時はどう思った？初めは YouTube ってよく知らなくて。全然何も知らないよね。今でこそ知ってるけどさ。そう、私も知らなくて、まず友達にどういったものか聞いてそこからなんだ。そう、それでそういうのは大丈夫かと。なんか詐欺とか。そう、騙されてるじゃないか。ちょっと頭おかしくなっちゃったんじゃないかと思って。あ、なるほどね。そう、でもいろいろ調べて、自分でも調べて、で友達にもいろいろ聞いたら、当時はそんなに今ほど YouTube は流通してなくて、でも実際止める気にはならなくて、じゃあ応援しようっていう気持ちに自分が変わったんで、でもそれはそれで、今はすごくそれでよかったなって。まあ食えてるからね。なんかあれだよね、その友達に聞いたり、最初反対だったとかも言わなかったよね。俺聞いた覚えないけど、なんか初めから賛成ムードだったイメージ。まず分からなくて、YouTube が全然、そもそも肯定もできないし否定もできないみたいな。そうやっぱ心配のが多かったんだけど、でもやりたいんなら、やらないよりやってダメの後悔のが私はいいと思ったから、でもやってみて、自分がこうやって、自分っていうか、よしきがね、こうやって今ちゃんと食べていけるっていうのは良かったなと思っています。すごい、なんか模範回答みたいな回答をいただきましたけれども、でそしたらね、こっからはちょっとツイッターでもらったリプを見てクエスチョンしていこうと思います。いい質問あるわ。自分と息子を比べて似てると思うところ。小さい時の写真が本当にそっくりで、自分でもびっくりしたんだけど、売り二つだって言ってバカ笑いしたのは私も面白かった。その写真覚えてるわ。いつか、なんか今でこそ全くお互いこう違うけどさ、そのお互いの中学時代って本当クローンみたいな感じね。ちょっとそっくり、そっくりってレベルじゃないよね。髪の毛が伸びた感じ。そう、本当にこれ俺の過去の姿だよねって見せても、あ、そうだってみんな言うよね、あれね。そう、そのぐらいにさ、でも多分みんなが着てるのは顔とかじゃなくて性格のところだと思う。あ、性格の容姿のことについて言うと思わなかった、今びっくりした俺。似てるところ、似てるところ、あ、動物が好き。いや、それはもう親子でなくても大抵の人動物好きだからな。子育てで大変だった出来事だ、俺だね。出来事、よしきはすっごく小さい頃から手がかかって。え、そうなの？まずは、言うこと聞かないのは当たり前なんだけど、体がすっごく弱くて。え、弱かったの？もう赤ちゃんの頃から、小学校6年ぐらいまではずっと中耳炎とか。ああ、中耳炎はなってたね。風邪、耳が痛くなっちゃうやつね。そう耳痛い耳痛いってね、毎年1回か2回絶対言うんだよね。そう夜耳が痛くなって、泣いていることとかあったよ、多分ね。懐かしいわ。あとは中学校1年生の冬にびっくりしたのが、まず胃腸炎になって、普通の風邪をひいて、インフルエンザ
インフルエンザ B をして、え、マジで？で全部したなと思ったら最後にまた普通の風邪をひいて、うん、フルコースやったからそれはやっぱりびっくりして、でもね体調が悪くても出かけようとするのよインフルエンザなのに。あ、インフルエンザじゃない、インフルエンザ違う、いい加減、うん、普通の風邪だったんだけど熱が少しあるとか。え、なんで出かけようとしちゃうの？バカだからでしょ。やばくない？ありえねえんだけど今から考えたら心配だよ自分が。俺に対して一番怒った出来事、うん、ありすぎてそんな悪い子だったか俺。一番頭にきたというか悲しかった出来事は、小学校1年生の頃、普通学校が早く終わって早めに学校帰ってくるのよ、うん、それがいつまでたっても帰ってこなくて、学校にも電話してすごい誘拐でもされたんじゃないか、どっか事故でもあったんじゃないかと思ってすごい探してたのね、そしたら夕方頃普通に帰ってきて、どこ行ってたのって言ったら友達ん家でゲームしてた、何もね言わないで勝手に友達ん家に行って、小学校1年生だよ。しかもあれだよね、それ俺覚えてんだけど、覚えてる、あの俺嘘ついたんだよ最初ね。そう、最初嘘ついた。学校の行事かなんかで遅くなっちゃった、なんか嘘ついたの。そしたら学校に電話し始めて、おーやばいやばいやばいと思ってさ俺さ、で、そんなことはないですよって学校から言われて、で、俺が白状して、マジむちゃむちゃ怒られたの覚えてる。そう、だから、小1のことなのにはっきり覚えてるもん。あ、覚えてる、覚えてる。それかなって思った今、てか自分で話してね、多分泣いてたよね。泣いた、心配で。そう、俺それがあまりにも衝撃的すぎて、多分母親が泣くところ多分初めて見たんだよね。それでむちゃむちゃ記憶に残ってたの。誘拐されたと思っちゃったから。まあそうだよね、ちっちゃかったし。まあ本当その説は申し訳ありませんでした。本当に本当だわ本当にあとは授業参観行ったら、椅子分かる、こうやってこうやって座るんだよ、こうやってこうやって、なんつうの、普通こうやって座る、王様みたいな、こうやってやって授業参観だよ、でひっくり返ったんだよまあ恥ずかしかったこと恥ずかしかったそれはやばいね。俺の行動に一番感動したこと、あるある。もしくは俺なんかあんまりやってるイメージないんだけど、いや、ヨシキがすごい小さくて3歳の頃の、3歳、そうそう、私が気分が悪くてトイレでこもりっきりの時に、あの小さい手で、ママ大丈夫大丈夫って一生懸命誘ってくれるのよ、それが、すごいなんていうの、気分は悪いんだけど、すごい嬉しいのと、思い出したのが、ヨシキがやっぱり小さい頃体が弱かったから、よく大丈夫大丈夫って背中さすってあげたのも、そのままヨシキが私をやってくれたから、それもすごくなんだろう、嬉しかったのね。今でも覚えてるの、まあ、小さなことなんだけど。さすがに覚えてないの俺は。あと一つすごく覚えてるのが、ヨシキがやっぱり小学校の頃すごい怒られてばっかりで、悪い子は悪い子だったんだけど、優しい一面もあって、多分小学校 3,4 年ぐらいだったと思うんだけど、女の子がある男の子に意地悪をされてたんだって、ちょっと細かいこと覚えてないんだけど、そしたらヨシキが、お前何やってるんだ、助けてあげようとしたんだって、そしたらその男の子が、お前は何だって言って、でもその子はヨシキより身長が大きかったの、でもヨシキはその子が自分より年下だっていうのが分かってて、3年生がまあ、4年生だったら俺は4年生だって言ったのね、そしたらその男の子は一応年下だから、なんだよみたいな感じで言っちゃって、で俺は女の子を助けたんだって、なんかね、それはね、俺はやったぞみたいな私に言ったのがいや覚えてない、覚えてない、全然覚えてない、まあ、可愛いというか、いや、かっこよくね普通に、だから、あ、素直でいい子に育ったかな、ちょっとなんか今やんちゃな部分もあるけど、いや嬉しい、過去の自分がそんな頑張ってたことに。そうなの、まあ、いいとこもある、ね、主人公みたいなことしてて、そう、ようやったな俺、俺はお前より年上だみたいな言い方しててちょっと、あ、それかっこ悪いけど少しね、それ年でマウント取ってくるのかっこ悪いけどな、どうしてもやっぱり学年で一番小さかったから、ね、俺だってほんと小3とか120センチぐらいしかなかったんだよね、ずっと6年間、つか小1から中3までずっと一番前だから俺、そうすごかったよ、まあ、運動会とかね、すごく取りやすくていいんだけど、嬉しくねえよあ、面白いやつあるわ、俺が生まれてから初めて発した言葉、いや、それは覚えてないし、発した言葉、うん、ママかな、あんまり面白くないちょっと当たり前すぎる、俺に直してほしいところ、直してほしいところ、ない、いや、ないならないでいいんだけど、そのベストよ、俺目線はね、あー、ちょっと物忘れが激しいいや、それはね、あの、直んない
うん、物忘れ激しいね、うん、もう話されたこともほとんど覚えてないから、うん、あでも今は別に逆にこういうキャラがよしきだから、うん、流さなくてもいいんじゃないかな。多少、あそうなんだ、そう多少おバカさんでもまあじゃあそれはそれでよしだね、うんうん、俺覚えてないんだけど、うん、俺と一番喧嘩した出来事、中1の頃かな、やっぱり、うん、フルコースで具合が悪くなった時に、うん、ちょっと体調が大丈夫かなって言った時に、うん、遊びに行こうとするから、うん、それはめちゃくちゃとなって、うん、もう男言葉になっちゃって胸ぐら掴んで胸ぐら掴んだろこれマジででも怒ったんだけど、でも、うん、結局、うん、うわーって言って、うん、出て行ったえ出かけちゃったの結局。俺すごい、逆にすごくない、うん、胸ぐら掴まれてさ男言葉で怒鳴られてんのに俺それでも出かけるんだ。でもやっぱり中学生は、うん、そうだよきっと、後々自分で考えて、うん、もう中学生の子はもう自分をちゃんと持ち始めてるから、うん、いくら親が言おうとし言ったってダメだって、うん、まあその時ヨシキに教わったかな。おお、うん、でもなんか可愛い喧嘩だね、うん、全然。そう、うん、こっちはマジ半本気なんだけどそうだった僕じゃ言わないけど、てめえふざけんじゃねえ、どこ行くんだこの野郎つけてマジででもヨシキがもう反撃しながら、うん、うーんって言ってかわいいじゃん俺の自慢できるところ、うん、息子自慢、息子自慢、うん、そうだね、なんだかんだ言って、うん、マイナスをプラスに変えてくれる性格というか、まあ、ゼロから始まるんじゃなくて、うん、まあ、YouTube もそうなんだけど、うん、マイナスから、うん、まあ、何でも YouTube 始めるのでもお金がかかるし、うん、自分のいろんな時間を削って YouTube に捧げるわけだから、うん、マイナスから始まって、だからマイナスから始まったから頑張れたのかな。いや深すぎてわからん、どうやってどういうことマイナスから始まったから頑張れたって どういうこと、深すぎてわかんないんだけど、プラスから始まったとしたら、うん、いい環境があって、うん、いい機材が揃ってて、あーなるほどね、初めから自分でバイトで稼いで機材とか、ね、うん、全部何でも揃えてからってこと。そう普通にゼロからって言わないそれ。だからゼロから、いやマイナスからって言ってたよ。あ、お金がマイナスになるから、お金がマイナスになるから、分からない、それに関しては。まあ嫌なこともあっただろうし、失敗したこともいっぱいあっただろうし、うん、それでも頑張ってやろうと思ってやって、今が気づけたから、そこはなんか偉いかな。絶対いいことばっかりじゃないから、嫌なこともいっぱいあったはずだから。今の吉田間に言いたいこと、うん、とかなんか、うん、伝えたいこと、伝えたいこと、うん、あちゃんとご飯食べるようられるようになって、で、うん、いいとこにも住めるようになって可愛い猫もリオレアもいるけど、うん、やっぱりいいことばっかりじゃなくて、うん、嫌なこととか、もしかしたら誰かに騙されちゃうこととかも心配で、うん、名前が有名になればなるほど嬉しい気持ちと不安な気持ちがいっぱいあるんでね。まあ俺は騙されたりしないけどね。いやー、騙されるタイプだと思う。騙されたことないもん。それ自分が気がついてないだけとかって言われるわ、みんなに、うん、あれなんだっけ、えどういうこと。だからなんかその騙されるが心配ですよみたいな、その前根本的なのってなんだっけ。根本的なのは今の俺に言いたいこと伝えたいこと、うん、簡単に言えば、うん、天狗にならないで、うん、今のままでいてほしいかなっていうことかな。いやでも今さら天狗になるのなくない。だってもう俺7年やってんだよ。そっか、うん、調子に乗らずにってこと。そうだね、うんうん、ちょっと売れちゃった。地に足をつかせて、うん、物事を考えてくださいねってことでしょ。そうだね、いろんなことに関してね、うん、そう、友達もそうだし、うん、目上の人に対しても年下の人に対してもちゃんと感謝して日々過ごしてほしい、うん、でもそもそもなんか自己肯定感低いから、うん、調子に乗れないから安心してもらいたいと言いつつもさらに気をつけろ、うん、完璧でしょ。そうだ ね、 ありがとうを自分でもいっぱい言って、うん、相手からもありがとうございますってたくさん言ってもらえるような人になってほしい。わ、うん、かりました、うん、叶えましょう、うん、叶えてください、はい、はい、ということでね、まあいい機会だったのかな。僕もね、普段やっぱ聞けないこととかね、普通に聞けたんで、はい、ということで皆さんも母親は大切にしましょう。以上、吉田と樹脂ママでした。ありがとうございました。ありがとうございました。